どう？今年の花火は綺麗だったかしら？私たちの祭りに期待していた人たちが心から楽しんでくれていることを願ってるわ。本当？私に気を使ってそう言ってるわけじゃないわよね。意見があるのなら素直に言ってよね。とにかく祭りの期間中はもし時間があったら歩き回ってみて。なかなか見られない光景だから見逃さないでね。私も空き時間がもっとあったらいいのに。君を連れて街を回って今回の回答祭のために頑張って用意した装飾を見せてあげたいわ。また回答祭の時期が訪れたわね。旅人、ビューエコーが恋しくなることはあるかしら。そうなの、そう言ってくれて嬉しいわ。長い年月が経った今、回答祭も昔とはかなり違ったものになったわ。今年の設営準備にはとても手間がかかっているの。皆がどう思おうと、私はこの景色にとても満足している。この景色があなたの旅を照らすことを祈っているわ。疲れた時にはビーウェに戻ってきなさい。聞いてください。また会ったな、旅人。回答祭というこの仮説にお前のような多忙な旅人とリューエコーで会えるとは実に稀有なことだ。見ての通り、町を散策しあらゆる人や鳥の声に耳を傾けている。近頃の往生堂は暇を持て余していてな。特に心配するようなこともない。同志は時折友人を訪ねるために外出する。だから俺も散歩がてら出かけてはいつものように茶を飲みながら講談を聞いている。祭りの時は講談師もそれに合わせた新たな講談を用意する。その多くは伝説の改変や野史の新説だ。話の真偽はともかく、これらの物語に含まれる活気は祭りには欠かせない。どうやらお前もここの講談を理解できるようになったようだな。月日が経てば人は変わり伝統も変わる。回答祭も同じだ。古き時代のリーゆえには戦が多く、人々は遠征から戻る戦士たちに帰路を示すため夜になると明るい光を灯した。時代が落ち着いた今、小灯を放つ習慣は次第に記念の儀式となったのだ。リーゆえ人にとって灯火の継承は英雄たちの魂の不滅を意味する。こうした時間に揺らぐことのない物事こそリーゆえの根だ。旅人、お前がリーゆえ人と一緒に回答祭を楽しんでくれることを祈っている。予定という言葉は俺にはそぐわない。俺はただ気の赴くままに好きなように散策し好きなところに行くだけだ。だがお前にそう言われてみると、確かにこの祭りの機会にいろいろと回ってみるのもいいかもしれない。今日は三杯酔いで茶を飲んだ。明日は付近の屋台を回るとしよう。リーウェ人として町の繁栄を目にできるのは実に喜ばしいことだ。ちょっと聞いてください。このお客さんは明日の夜に宴の席を2つ予約してて、あのお客さんは宅配の注文を。わっ、来てくれたんだ。回答祭楽しんでる？大丈夫大丈夫、祭りは忙しいものだから。万民堂の味が恋しくなったらいつでも私に言ってね。どんなに忙しくてもあなたと一緒に過ごす時間は空けておくから。ん？来ていたのか。すまない、先ほどは他のことで気がそれていた。カンフォー鉄器、創業100年の老舗だ。何代にもわたり継承されてきたリーウェでも指折りの鍛冶屋だ。鍛造においては正確であること、そして勤勉であることが重要になる。武器を鍛造し鉱石を扱うことは実に根気のいる作業なんだ。
鉄を打つ音は常人の耳にはうるさいものかもしれない。だがそれを楽しむことのできる者の耳には息を忘れるほどに集中力を研ぎ澄ませる鐘の音に聞こえるという。金属を叩くその音を聞くと無意識のうちに心が静まり落ち着き集中する。雑念が取り払われ全力を注ぎ込むことができる。得意というより情勢がそのような状況をもたらしたと言った方が正しい。戦乱の時代武器は必要不可欠なものであった。リーウェの地脈は霊妙でありとあらゆる種類の希少な鉱石を産出する。そこから名称の宝器が生まれるのは当然のことだ。だが俺はやはり希少な石よりも巧みな技の方が優れたものだと思っている。真の名称は決して希少な鉱石にこだわることはない。旅人、これまでリーウェに来てクン家とウン家を聞いたことはあるか。クン家は歴史が古い鍛造一家だ。今でも子孫が本家の技術を受け継いでいる。そしてウン家の方はその一つの仕事にとどまらず様々な商売に手を広げている。精進を重ねるという家訓のもと、ウン家の子孫たちは様々な業界で活躍しているようだな。なんだ、お前も知り合いだったのか。リーウェの名役者である彼女は確かにウン家のものだ。彼女の一家は転業が早く、父の代から戯曲を専門とするようになった。時が経つにつれ、人々はウン家の過去を忘れ、彼女の一家と鍛造業を結びつけることがなくなった。一族の変遷はリーウェの歴史において重要な要素だ。リーウェを訪れた際にはこれらの物語をゆっくりと聞いてみるといい。ならば読書が良い方法だろう。書籍の内容は時代を経るごとに少しずつ変わっていくが、本は人間の鏡とも言える。読書は良い娯楽であり実に有益なものだ。宴会の雰囲気が良かったからつい歌に力が入って喉が枯れちまった。付き合わせて悪かったな、お疲れさん。なんてことないぜ。北斗さんと海に出られていろんなことを知れたし、みんなと一緒に祭りを祝うこともできた。本当に最高の気分で最高の怪盗祭だ。そうだ、北斗さん、船員たちを家族のとこに帰らせたみたいだけど、一人で退屈しないのか？それはないさ。昨日も対局に誘われたんだ。気が向いたら好きな時に上に行けばいい。上？ああ、軍玉閣か。まあこの話は置いといて、休憩が終わったらもう少し食いに行こうぜ。年に一度の怪盗祭なんだ。みんな楽しまないとな。やはりまた会ったな。3日続けて会うとは縁があるなあ。昨日あの話をした後書店に行って近頃流行りの本を読みたくなってな。旅人、お前はリーウェの書籍の起源を知っているか。人々は木々の繊維から紙を作り出し、読みやすくするために紐で紙を固定した。それが本だ。その後より良い本をより早く作るため人々は活字印刷の技術を発明した。それが長い年月を経て進化し、ようやく大量生産できる書籍が生まれた。それから様々な物語や小説が増えていった。旅人、何か印象に残っているリーウェの書籍はあるか？ほう、お前もその本を読んだことがあるのか。この本の著者はかなり思慮深く思考が新奇で、俺でも本の内容を理解しきれないほどだ。まるで他人の人生を見ているかのように新鮮に読めた。神と仙人は常人にとってあまりにも遠い存在であり、描くことが難しいものだ。ガンシン・モラクスは確かに俗世を巡ることがある。だが
派手な化身はそれほど多くない。ただ街を歩くのであれば人々の注意を引かなければそれでいいからな。変装をしすぎては本末転倒になりかねない。このような差こそ逸話と生死の違いだ。他人の作品を読むことは他人の目で世界を見ることと同じ。不思議で趣がある。その本は確かに印象深いものだ。あまりにも難解で人々の間ではさほど流行していないと聞いた。しかしその本に書かれている何人かの夜叉は確かに実在していた。夜叉一族はリーユへの後進だ。彼らは戦に身を投じ犠牲となった。近くは港から遠くは双眼に至るまでリーユエは古くから彼らの助けによって平和を維持してきた。お前も本物の夜叉とは会っているだろう。ああ、今の彼は敵化州の方にいる。ショーは単独行動を好んでいるが、お前ほどの実力者からの誘いであれば拒まないだろう。彼に会ったら怪盗祭を楽しむよう伝えてくれ。おお、ちょうどいい時に来たな。今場所を開けよう。ほれ、リーユー港の景色だ。いくら見ても見飽きないな。ああ、お父様から手紙をもらってな。お母様との旅行は順調だから、バーヤと私に怪盗祭を楽しんでくれとのことだ。まったく、去年もそう書いてあった。文面も変わらずだな。でもまあ、私もお父様の洒落た風格を受け継いでいるのかもしれない。ほら、こうして自分自身に何日か休暇を与え景色を楽しんでいるだろう。ああ、そうだ、お前を見て思い出したが、手紙を返す時にはお前のことも書いておこう。趣のある友人に出会えたことは家族にも伝えなければな。おやおや、怪盗祭楽しんでる？こんないい日に私のところに来るなんて。うんうん、仕事の依頼をしに来たわけじゃなさそうだね。どうしたの？何か私に手伝ってほしいことでもあるの？お、単純に私に会いたくなっちゃったの？急にそんな優しくされたら怖い話で驚かせにくくなっちゃったじゃない。実は怪盗祭中でもね、結構忙しいの。シャンリンからレシピをいくつか聞いて今試してるところ。あ、せっかく来たんだし一口どう？あれ、何その表情。逃げようとしてるの？行かないで、絶対まずくないから。青く澄んだ水面が空を映し、咲き誇る花は海にも勝る。これぞ敵化州。敵化州は水と葦に囲まれた地だ。高いところから眺めればまさに息を呑むような美しさと言える。防除旅館は敵化州の中央に位置し、美しい景色と美味しい料理を楽しみたい旅行客に人気の場所だ。だが防除旅館はただの宿ではない。高い場所に位置する旅館は視界が開けており、周囲の状況を把握することができる。その上、旅館があるこの道はリーウェイへつながる主な道の一つだ。この地を守るのはとても重要なことだと言える。ああ、それも彼がここに留まる理由の一つだろう。ここから南東を眺めると古雲閣が見える。古雲閣の下には魔人が封印されており、妖魔を生みやすい。時折彼は敵化州からそこへ向かうことがある。各地を行き来するのは容易なことではない。今回俺はショーを訪ねるためにここに来たのだが、まさか旅館の露台にいないとは。ああ、だが構わない、これからいくらでも機会はある。そういえば防除旅館の料理人はとても美味な料理を作る。確か月酔い祭では
リーウェ校で料理対決があったな。旅館のその料理人は敵化州地区の代表として大会で準優勝だったらしい。優れた料理の技術は何千里をかけてでも食べる価値がある。ふん、高い場所といえばある場所を一つ思い出した。その場所はかつて仙人が使っていたのだが、その後放置されてな。今は誰が手入れをしているのだろうか。うん、明日はそこへ行くとしよう。リーユエ港の夜は奥蔵さんの真昼よりも明るい。はじめはこのような景色にかなり違和感があった。だが人々はこれこそが怪盗祭だという。皆明るい場所が好きであるがゆえに、怪盗祭の話になるといつも笑顔になるのだろう。真似してみよう。これはどうだ。主はずっとここにいるのか。そうか、こうして主と会えてとても嬉しい。怪盗祭がこのまま永遠に続いてほしいものだ。ん、お前か。どうやら今年の怪盗祭も相変わらずのようだ。妖魔は退散し、世は安泰。同爵が知れば念願も果たされたことになろう。まさか我を花火に誘おうと来たわけではないだろうな。我はここで十分だ。花火は天高く打ち上がり、どこにいようとも見ることができる。それに我を訪ねたい者もここに来る。ここと城内に本質的な違いなどない。雲の上に立ち、沈む月と昇る太陽を見ていると、時間があっという間に過ぎていく。そうだ、彼女には何回も会ったことがあるだろう。お前は見識が広く優しい心の持ち主だ。自然と彼女とも親睦を深められるだろう。龍雲釈風神君はからくりの専門家、発明家とも言える。彼女は穏やかで心優しく、誠実でまっすぐで、かけがえのない師であり、そして友人でもある。俺の古い友人が言っていたが、日常生活の細々としたことについて知りたければ、三日三晩街を訪ね回るより、龍雲釈風神君に聞いた方が早いらしい。旅人、お前はどう思う？龍雲釈風神君は率直に物事を言うが、それは良いことだ。口では俗世に近づかないと言っていても、実際は人間を守るのが好きなんだ。山の景色も十分に見ることができた。そろそろ場所を変えるとしよう。明日は、そうだな、北へ向かってみるか。リーウェ港だけでなく警察層にも人はたくさんいる。見に行ってみよう。怪盗祭はいかがでしょう。近頃はどのようにお過ごしだったんですか。すべてが順調に行くよう願っています。私のようにいつも何かしらの心配事を抱えることがありませんよ。あ、何でもありません。あ、見ての通り怪盗祭は非常に賑わうため、処理すべきことも多く、玉境内に戻って事務を手伝おうと思っていたのですが、行幸様から何日か休むよう勧められてしまいました。仕事は急ぐ必要がない。仮説は友人と過ごすべきだと。しかし龍雲神君と一緒にいては、今年の仕事はどうだの、意中の人はいるのかなどと、あれこれ聞かれることでしょう。
でも言葉にしたら少し楽になった気がします。その私に付き合っていただきありがとうございます。白先生、屋根の上に行って花火が見たい。あそこは高いから地面にいる山柄を驚かせなくて済む。安心してください。山柄は足音を聞いただけでも飛んでいくので、元より驚かしてしまうことはありませんよ。ただ私たちもここにあまり長居はできません。次の患者の元へ行かないと。うん、病人重要。ナナ大丈夫。怪盗祭が終わった後にまたナナを連れて町を回りましょう。それでいいですか？じゃあノートに書いておく。ええ、わかりました。筆をどうぞ。にぎやかなリーウェ港と比べここは静かだ。のどかだが、それでも祭りの雰囲気に包まれている。ここに来る途中、村のお年寄りが食事の準備をしたり、子供たちが小刀の編み方を習ったりしている姿を見た。懐かしいな。リーウェ設立当初の風景に似ている。あの時代、大人たちは皆戦や建設作業で忙しくしていた。年寄りと子供は互いに支え合い、質素で穏やかな生活を送っていた。確かに苦労したが、リーウェ人の考え方には前向きな思想が根付いている。どんなに日々が苦しかろうと、前へと進む足を止めることはない。古き時代に警察層は水地に侵された。それが沈められてからすでに数千年も経っている。その数千年もの間に人々は家屋を建て、農業に勤しんできた。長い年月をかけ、ようやく今日のような姿になったのだ。水地は死後、その身を岩と川に変えた。その伝説を俺も耳にしたことがある。ロマンある伝説だ。だが、事実は異なる。雄大な岩は千代にわたってそびえ立ち、清らかな泉は万代にわたって流れる。人々がこの土地で生活できるのは彼ら自身の勤勉な働きのおかげだ。緑と水に囲まれたこの景色層は稀に見る美しさと静けさを持った場所だ。そういえば景色層の住民から新鮮なタケノコをもらった。リーウェ港へ戻ったらこれを使って旬の料理を作れるな。この季節のタケノコも稀に見る良いものだ。警察層であなたにお会いできるなんて思いもしませんでした。気にかけていただきありがとうございます。近頃はジャクシン先輩のお誘いで警察層で講演していました。お年寄りやお子さんに聞かせていますが、皆さんとても楽しんでくださって、私もとても誇らしかったです。弱心おばあ様は若い頃役者だったのです。今でもとても輝いています。舞台に立っている時、私ども役者は常に気を張っていないといけません。ですが今は舞台から離れ、少し肩の力を抜くことができる時間です。ちょうどいい茶葉を持っているのです。お行きになる前にご一緒にお茶をいかがですか？ここから小刀を見るのもまた趣がありますね。もしよろしければゆっくりお話をいたしましょう。なんだかずっと忙しくしていたせいか、何かを忘れている気が。長雲、景色層の緑や水に美しいという言葉はふさわしいと思うかい？僕は…あ、思い出した、妖魔だ。行く秋、早く古書を出してくれ。よく読んでみよう。務めを忘れてはいけない。
まあまあ、そう焦らないでくれ。お茶を一口ずつ味わうのと同じように、物事も一つずつこなすべきだ。焦ると前しか見えなくなる。敵に背中を向けてしまっては、たとえ君と僕のように力を持つ者でも退けるのに苦労するだろう。あ、確かに理にかなってるな。わかった、ここはお前を信じよう。よし。で、さっきはどこまで話したっけ。ん、思い出せない。君も思い出すのを手伝ってくれ。実は僕も忘れてしまった。今年の消灯と花火は例年よりも凝っているように感じた。諸所を巡り数々の収穫を得た。もしお前の意見を聞いていなければ、あれらの景色を見逃していただろう。感謝する、旅人よ。リーウェの美しさは常に心に染み渡るもの。単独では美しく、集団では壮大となる。その中にある深みは自分の目で見なければ味わえないものだ。今のリーウェ人は昔よりも世話しなくしているが、祭りの時には皆遠方より家へ戻り、かまどを囲んで喜びを分かち合う。その道中で見る風景はたとえ一瞬のものであっても心を癒してくれるだろう。旅人、この美しい景色はお前のものでもある。この先もまだまだ長い旅路は続く。お前にはやるべきことがたくさんあるのだろう。だが、お前がリーウェへ戻った時には心安らぐような感覚を覚えてくれることを願っている。緑の丘に架かる橋には雨が降り、冷たき林道には明かりが灯る。雲に輝く星のように旅人が行く夜を照らさんこと。